はい、どうも、カズマリオです。ポン。本日は久しぶりの家での撮影なんですけど、以前購入した燻製器を使って、お酒に合う最強のおつまみを作ろうということで、燻製おつまみですね。スーパーで、購入できるいろいろなものを購入してきました。はい、はい、でそれを今から燻製にして、どれが一番お酒に合うのかっていうのを検証していきます。はい。とりあえず買ったものを紹介しましょう。まずこちら、はい、サラダチキン。はい、はい、よくコンビニとかでなんかスモークのサラダチキンがあるんですけど、はい、実際やってみたらどうなるかっていうのをやってみたいと思います。はい、次エントリーナンバー2、揚げ。続いて、半熟煮卵、じゃがりこチーズ。続いてポテトチップス塩味、厚切りカット。続いて、はい、ミックスナッツ。続いて牛。続いてかまぼこ。以上になります。はい、ちなみにどれが一番美味しいと思う、燻製する前で言うと。じゃがりこチーズ。じゃがりこチーズか、うん、まずチップ適量。あとでチーズもつけて、うん、なんか水気取った方が良かったってなかったっけ。そうですな、なあ、うん、こっちとこっちで。え、サラダチキン1個でいい？うん、なんで厚揚げ購入しようと思ったの？厚揚げはなんかぽかった。本当は湯葉にしようと思ってんけど。え、湯葉絶対いいじゃん。湯葉がなかったんな、そのちょうど良さそうな湯葉がな。なるほどな、うん、ちょうど良さそう。てかこの煮卵もそのままでも美味しそうじゃない？絶対そのままでも美味しいタイプのやつ。これ OK じゃあ弱火でいいかな。15分ぐらいで、はい、じゃあ、いきたいと思います。15分ぐらい経ったんで開けてみてください、はい、こんな感じです。おいいじゃないですか。いいじゃないですか。2回ぐらい水分をね、拭きました。ありがとうございます、はい。こんな感じですね。品数が多い。お家でこんなに燻製できちゃうのに、いっぱい。オープン。あ、チーズめっちゃいい感じだ。じゃーん、完成いたしました。このお皿に切ります。これぐらい、うん、はい、ギリいける。じゃがりことポテチは気になる。体調やっと完成しましたね、はい、3回に分けて15分ずつぐらいしました。はい、めっちゃ時間かかった。時間かかったな。いただきます。失礼いたします。はい、ワイングラスが我が家にはないので、はい、はい、それぐらいで、はい、乾杯。ぬるい。はい、そういうもん。まあ、好みだよね。どれから。お肉が気になるな。うん、ってさ、思ってんけど、何もつけないの。やっぱそのままじゃない。お肉も、うん、燻製したから。いただきます。うん、
うわ、美味しい。絶対燻製の味する、うん、でもなんか欲しい、うん、塩とか欲しい。わさび醤油で食べたら絶対美味しい、うん、美味しい。これね、高知で買った。高知じゃないよ、香川だよ。香川で買ったこの何でもだし醤油、これめっちゃ美味しかったよね。美味しかったな。何でもなんで多分これつけたらめっちゃ美味しいと思う。食べてみる。めっちゃ美味しい。どう？絶対これ？これはうまい。普通になんか焼肉用のお肉を燻製するのもいいかも。なあ。なんか分かり言ってること。分かり言ってること。あのなんていうの、カットされたやつな。うん。一口大の。かまぼこっしょ。かまぼこっすか。そのままから、そのままのかまぼこ、うん、あ、おいしいけどかまぼこや、うん、なんかこれは燻製がどうとかっていう感じではない、うん、うん、普通にかまぼことしておいしい。燻製足りてないな、これ多分足りてないよな、うん、かまぼこ時間かかるか。お肉と一緒のタイミングで入れてるのかな。うん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 、普通にかまぼこや醤油つけても普通にかまぼこ、うん、気になるの見ていい？いいよ。卵、うん、いつも気になる。卵はめっちゃ美味しい。え、燻製の味は？燻製の味する。あ、匂いがもう燻製だ、うん、卵美味しいな。めっちゃ美味しい。なんか味玉やけど燻製の味する、うん、これもっと燻製してもいいかも。卵な、時間かけて、うん、物によってやっぱあれやな、時間、燻製の時間がな、違うようやな、うん、揚げちゃう、うん、あと食べる、かじってみて、かじっていいの、うん、パリパリやん、なんかほんまや、これは違う。そう、美味しくない？うん、まあけど燻製の味はするな、うん、するねんけど美味しくはないかもそうやね、美味しくはないねんな。ちょっとささみ食べていい？うん、ささみ気になる。燻製けどめっちゃ美味しい。これ絶対もっと燻製したら美味しい。そう、うん、まあ、あ普通に美味しいね。ささみは美味しいんだ。うん、サラダチキンやから美味しいかな、これ多分。そうだな、もともと味付いてるの燻製するのそうかもしれない。なあ、これがささみやったらちょっと違うかったかもしれない。うん、ウインナー食べてみて、いい前あんまりやったから、うん、みんなもなんか時間足りてなさそうな気がするけど、普通にウインナーやめっちゃ美味しいね普通に美味しいウインナー。いやでも燻製してることによってこの深みが出てるかもしれない。そういうことにしといてほしい、うん、チーズじゃないですかこれは、うん、うん、前に一番合うチーズ、一番合うチーズ。そのチーズ今回ほんま大成功してんけど、チーズ今回すごいな。チーズ一箱食べれるって聞いたり一番簡単というかやりやすくて一番美味しいな。確かに、うん、次、じゃがりこのチーズ気になるじゃがりこのチーズ気になる。これめっちゃ黒焦げやねんけど食べていい？うん、
うまっ、うまっ、え、めっちゃ美味しいな。うん、あ、めっちゃ香ばしいねんけど、じゃがりここれ結構やばいかもしれん。あ、焦げてないのも美味しいけど、あ、焦げてない方が美味しい。え、なんかの味に似てるんやけど、何やと思う？いつも食べたらそれ言うよな、なんかの味に似てる。え、なんすか？プリッツのサラダ味、うま？うん、あ、ほんまや、それやそれや、うん、でもじゃがりこ燻製してプリッツになるんだ。プリッツ食った方が早ない？え、プリッツみたいな香ばしい味がするじゃあプリッツ変えようっていう話になるやん。美味しいけど、美味しい。どう、ポテチ、あ、匂いもめっちゃ燻製だ。ポテチきた、え、これうまっ、うまっ。食べたらめっちゃ燻製の味する。鼻で燻製が抜ける感じ、うん、食べたら味は、まあ、ポテチだよ、うん、めっちゃ鼻から抜ける、うわ、めっちゃ美味しいわ、止まらんねんけどおいしい。ナッツも、うん、ナッツも、どう、うん、ナッツ、ナッツは普通にナッツ大変かった。うん、一番美味しかったの、せーので言おう、せーので、牛肉、ポテチ、ポテチ、いつ1位ポテチ、ポテチか、2位じゃがりこ全部スナックやん。はい、というわけで本日も最後まで動画のご視聴ありがとうございます。またこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。